県警察学校で初任科長期課程の卒業式があり、28人の新人警察官が新たなスタートを切りました。警察官としての誇りと使命感を胸に、一人一人が県民のための立派な警察官になるという決意を新たにしているところであります。卒業を迎えたのは、去年4月に採用された初任課長期課程の19歳から23歳までの28人です。28人はおよそ10ヶ月間、警察官に必要な逮捕術や法律の勉強などに励んできました。今日の卒業式では、多良道春学校長が一人一人に卒業証書を手渡し、多くの試練にひるむことなく果敢に立ち向かい、職務に邁進してほしいと激励しました。私は、白バイ隊員になりたいと思ってます。この人に頼りたい、この人に相談してもらいたいと思ってもらえるような頼られる警察官に私はなりたいです。卒業した新人警察官は今日付けで県内10カ所の警察署に赴任し、第一線での勤務に臨みます。